超人女子戦士ガリベンガーブ癒しの放課後トーク。バーチャル補填ゆずちょこでーす。電脳世界に生きるもこもこ系女子もこためめでーす。こちらの3人で今回のテーマ、体の悩みでした。はい、お体に触りますよ。ってやつですね。触られちゃう。あら、いやでもいいのよ、もっと触って。そんな照れちゃう。手を見せていこう。今回はチョコ先生初登場だったんですよね。そうなんですよ、今回初登場ということでお邪魔させていただきました。生の小峠教官いかがでしたか？いや、もうものすごく可愛くて。可愛くない？もうちょっと頭涙でしたかったなって思いました。あー、わかる。すごく机に体をこすりつけるようなシーンがあったけど、あれを見てもなお頭を撫でてあげたいと。あ、そうですね、むしろまあ、前に私のガーターベルトを置いてあげたかったです。あら、大胆。じゃあ、とてもとてもお互い相思相愛ということでよろしいですか？もちろん。はい。めめめさん、久しぶりの小峠教官、優しかったですか？それともいじってきましたか？いや、もう相変わらずですね。いじってきましたよ。それをめめめは軽く言い直してやったわけですか？そうだ、もうね、めめめはね、教官の扱いなんてね、もう心得てますから。一戦で活躍する MC を軽く扱える、そんな大人の女に成長したのね、めめめ。そうよ、もう17歳なんてね、大人ですから。でもおかしい、なんか発言からこう、うん、大人の知的さを感じない。なんで安心しろ、こちゃん。って言われた。ありがとうございます。愛すべきバカだね。やった、うん、ちなみに今日授業でいろいろ学びましたが、バズーカ岡田先生の講義ですごく勉強になったなってこととか、ネタバレしちゃっていいので教えてください。今回はもう結構ね、全員結構肩こりとかね、日常なったりすると思うんですけど、まあそのね、改善策とかをね、めちゃくちゃやりやすい、家でどこでもできるようなね、やり方ですごい短時間でできるやつを教えてもらったんでね、ぜひぜひ実践していこうと思います。確かに明日から役に立つっていう授業だったよね。なんかシロも筋肉を意識したり、お腹を意識したり、何かをすることで、こういう筋肉のつき方するよとか、自分の理想通りにね、イメージに近づけることができるって話がとっても勉強になりました。ということで、画面の前のみんなもぜひ実践してみてください。ください。流れ惜しいんですが、お時間になりました。それでは、またねー。バイバーイ。なんとガリベンガー V がリーバイステーラーショップと公式コラボ。小峠教官がオリジナルジーンズをカスタマイズ。この字で、はい、パンクってどうしても入れたいんですよね。はい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 。そうなんですよ。名前とか入るんですかね。入れられます ね、 ねえ、せっかくだから僕のなんか、はい、小峠っていうサインで、ロゴみたいでかっこいいですね。あえての後ろの裾とか、後ろの、ああ、あ、ここに、ああ、ちらっと、なるほどね。ああ、いいかもしれないですね。ああ、それしましょうか。本気で考えました。いや、これいいですよ。お、面白いよな。いいっすよね。メイキングドキュメンタリー連載決定。さらに明日から全国4店舗で教官オリジナルカスタマイズメニューが登場。
中でも原宿店ではスペシャル展示も。これを記念してガリベンガー V とリーバイスのコラボ T シャツが登場。原宿店店頭とリーバイス公式通販ショップで10月9日から販売開始。詳しくは番組公式ホームページで。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方はこの画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。